もう一人いれば拾ってもらえるのに。ガガちゃん呼ぶ死んでるからね。戦場で戦場で負傷したのかもしれない。もしかしたら衛生兵っつってるかもしれない、うん、衛生兵家族に連絡しろって言われてるかもしれない。もう手遅れじゃないですかそれ。ドクタグだけでも持ち帰るんだっつこいつだけでもこいつしか持って帰れなかったって。おうガウガーってなる。どうしてなの、帰ってくるって言ったじゃないって。お隣のメアリーも待ってたのよ。またおかしな人が出てきた。結婚するってメアリーなんて言えばいいのよ。急に出てきたメアリー誰。妄想広がりすぎなんですよ。おばさまガウガが帰ってきたって聞いたんだけどってメアリーがバンってメアリーってこれよこんなに小さくなってってやめろやめろ。受け入れられないよね。何の話をしているんですか。ひどい妄想だ。素晴らしい妄想では。無事に帰ってきて。え、いつ帰ってくるんですか。日曜まではやるのかな。あかな。月曜には帰ってくるかもしれないけど、死んでたら。ああ、そうか、死んでるかもしれませんね。戦場のためにそこまで住んですね、グラブルユーザーって。怖いな、ね。すごいよね。愛されてるね、ゲーム。いや、多分義務感でやってる。ジェノさん、ソシャゲに厳しいな。え、アイタカさん、緑色が混ざってんですけど。え、枯れないこいつが悪いんじゃない。モズがさ、必ず邪魔なとこに立てて下がる。え、スパイですか。言ってやって。アイタカさん。その緑は知らんな。ちゃんと通ってる道だよ。通ってないから緑色のままなんじゃないですか。マリカさん。そうそうそう、こいつの性能が悪いんだ。物のせいにしたい。こうやってブラック企業を乗り切ってきたそういう人物。モズ悪くないですね。さすがだ。あったあったあった。わかったわかった。これが企業戦士。戦士。アイタカさんには戦士っていうイメージはまるでないですけど。戦士なんですか。モズピー使うとしたら武器なんだろうな。やりかな。遠くでチクチク。だったら弓とかの方が良くないですか。弓か。なるほどね。いやもう普通に剣持ってって突っ込んで死ぬパターンよ。リマさんはちっちゃいから体験がいい。え、どういうこと。小さいから長剣じゃなくて体験なんですか。そう、まあ、ちっちゃい子が大きい武器持っての性癖だから。ああ、なるほど。まあ、分からんではわかるけどね。ロケットランチャー持ちます。いや、ちょっと一人剣のメンツはあれだよね、職業盗賊だよね。まあ、そうだね。盗賊ですね。そうですね。決して勇者とかもう正義の味方系では絶対にないね。悪いことしかしない。盗賊のパーティーだよね、多分。全員盗賊、うん、全員盗賊、逃げ足超速いみたい。戦うコマンドの下がもう盗むブンドル盗むブンドルと盗むがブンドル全員とりあえずブンドってからスタートそうだね。が一旦は確実に何かブンドってからスタートは、ね、うん、あー事故。下手したら勇者のパーティーの後ろついてってさ、寝てる間に盗みそうだよね、武器とか。え、パーティー、え、勇者から盗むんですか。うん、そうそうそう、指名手配犯ですよ、それもそれで。武器屋に転売するよね。拾いました、落ちてました、うん、
落ちてました。ちょっとたまたま偶然いいやつ拾ってよう、ね、多分全滅したパーティーのやつだと思うとか言って。勇者の剣でしょ、すぐバレますよ。確実に上通ってるのにどうして運ぶのかな。通ってないからでしょ。モズのせいじゃなくない？絶対何がギリギリすぎちゃった。かたくなに認めませんね。綺麗、うん、その心の強さがモズを形成しています。綺麗にふわふわになってるよ。そうじゃなきゃ、これが社畜の力。社畜はやってね。まだまだあるね。まだまだですね。すごいね。半分は来たかな。半分行ったかどうかぐらい。割と来たかね。まあ半分、うん、そうだね。半分来たかどうかだな。まあ、やっぱ4人でやったら超早い。ええ、うん。早いは早い。ただ、ハイタカさんが残していく。嘘だ、嘘だ。何やってんの、ちょっと何やってんの。寝てんじゃねえですよ。それはひどいね。ちゃんと起きて働いて。おやすみモーズ。おやすみ。おやすみじゃねえんですよ。どうしてこっち聞いた。魔王さんが優しいよ、すごく。どうしてモーズかわいそうに。寝たいって言ったんだもん。急に呼び出されてめっちゃ責められてる。魔王さんがとりあえず外してこれだもの。ね、そら責めるよね。これだもの。どういうことなの。これだもの。魔王さん寝たいって言ったんだもん。惨状をそら責めるでしょ、あの状態見たら。あ、起きれんの、すごリセットしかないと思ったわ。これだものかっこわらって言ってる玉子さん。問題はアタッチメントの方ですけど、回収できます。いけるいける、引っかかってんでしょ。前に引っ張ればいけるよ、うん、アタッチメントは無理やりね、結構ぐるんって回ってくれるよ、ね、うまく Q を押したら。うまく Q。 ふい、 Q が出ない。これあれだな、こう押すやつだ。木に引っかかっちゃってるから、ね、この木伐採して、こちらからこうやって押せば、お出てこないです。車両横転事故調整。いやもうリセットした方が早いのでは。どうしてそこで諦めるんだ。え、なんでこんな時だけ熱くなるんですか。諦めるなよ。正しい意見は殺される現場だ。これがブラック企業。それでここがつながる場所がちょっと出てきたから、でバックして、バックバック。常識的なこと言うとさ、つまんねえ野郎だって言われる。あ、来た来た来た。理不尽すぎますよね。理不尽。ナイス。あ、いけたんですか、すごい。ナイス。うちの米倉お母様に関してはね、プロ級だから。責任取ったらそこで試合終了なんだよ。ここは責任取らせるパターンだと思ってた。よいしょ。責任は取れません。上司が取れます。神野さんか。え、なんでよ。バイトに責任取らせないで。バイトの首はそういうためにあるそう。バイトの首は何の責任にもならないから。鉄砲玉みたいなもんじゃない。使い捨てという意味ではそうですけど。代わりに入ってきてみたいな。M 社なんだよね、やってる。出てきたら昇進なみたいな。口だけでしょ、それ。そうだよね、ボメシャ社長のご意向のままに。なんでポメに同意を求めるのか。社長だからさ。社長だからね。おかしい。うちの社長よ。い
一番役に立ってないんですけど社長はいるだけで良い。でも一番可愛いよ同性論可愛いわ正義。おめちゃんもう中年だから。中年言うな中年のおばさんになっちゃったそう、おばちゃんだった。おめちゃん来年からはおばあちゃんシニアにシニア。やっぱでも7歳からだよな、シニア期は。最近なんか8歳とか9歳とかいろいろ言われるけど、犬の寿命も伸びてるからね。そうだね。おめちゃん、これないか。かわいいね。せいじさんだ。ワンワン茶。ワンワンワン。こんばんは。いらっしゃいませませ。平和に農業してるけど、今モズが横転したところです。してません、してません。夢だよ。夢でも見てたんじゃない？居眠り運転していたからこそあんなことになっちゃったということですね。うん、それだからだけどな。さすがモズだよ。良い取れ高ですね。最近運転中に足つるんだよね。どうすればいいと思います？やめてやめて。足取り替えた方がいいんじゃない？ぼちぼち。そっか。ぼちぼち。しかもアクセル踏む右足なんだよね。うわー。まあブレーキが。まあ左足があったらブレーキは踏めるから。なんかビタミン的なものが足りてないとかじゃないの？カリウム不足か。水ですね。水もか。500は飲むようにしてるんだけどな。全然足りてないです。その10倍は飲まないと。10倍は多いな。重いよ。虎でも分かる。10倍は多い。そんなに飲んでらんないでしょ。だってお水もなんかその喉が渇いたと思う前に飲むのがいいっていう。うん、乾いたと思った時にはもうちょっと脱水が起きてるんだよね。いや、あんまり乾いたとは思ってない。だからそれぐらいの時に口に水を含むみたいな、うん、この人乾きを感じたことがない人なのでは。ミイラなんじゃない？あれ、このカラカラ脳みそが設定盛りすぎじゃない？ちょっとアカデミーラでモズってもうどういうことなのってなってるでしょ。ミーラなくはないか。聖地さんも大手平和ですねって言ってる。ほら平和平和。まあ灰田さんにとっては日常茶飯事的な話だということ。平和平和。いやモズは大手してません。雪国ではよくあることなの。スリップあるね。音取り頭になってしまった。で乗りすぎじゃない？他でミイラでモズで取り頭。取り目でもあるよ。取り目でもあるんだよ。よいしょ。ふう。もう終わるじゃん。広いなぁ。早くはない。早いね。早くはない。納品が今度持ってるからね。そっか、納品。71番の話してますけど、北のさっきの畑にはまだあるんですよ。何の話をしてるんだい？契約しちゃったんだっけ？してはない。してはない。してはないけど。ああ依頼は出てるの？そう、ベール作りの依頼あと6件ありますんで。今日はひたすらベールの日らしい。なるほど、うん、お金になれますか？ちゃんとなるお金にはなりますね。お金になるのはそこ。サイレージベールペイデイしたらめっちゃ儲かるよ。やめなさい。なんということ。神野さんに教わったんだから。
そんなこと教えてない。めっちゃいい儲け話があるんですよ、タイガさん。完全に悪役のセリフじゃないですか。そんなことは言っていない。何何、ジンノさん、そんなことしていいんですか。いいんですよ。言ってない。やったもん勝ちなんですよって言った。また勝手に、悪いジンノさんだ。勝手に物語また作ってからに。ブラックジンノさんだ。いいえ、それは想像上のジンノです。言ってた言ってた。イマジナリー人の虎を信じて。あれ、なんかそこ枯れてない。虎を信じて。あれ、そこをまず枯れてないのか。小説家になろうで書いてくんないかな。ナロー系主人公の人の。ナロー系主人公人の。でもさらされて終わりですよ。こんな下手な小説があるぞ。まず一回異世界転生しないと。ドア剣伝説っていうタイトル。隣のエミリー出さなきゃ。めちゃくちゃだな。さらにその隣のナンシーも出そうか。そうだね、三角関係だ。モテモテなんだよな、きっと。ガウガさんはドッグタグだけになって帰ってくる。設定盛りすぎて破綻する未来しか見えない。もう何にも回収できずに終わりそう。うん、伏線最終回みたいな。あれ何だったんって。あの人一回しか出てこなかったけど一体何の意味があったのかしら。じゃあね、そんなテンプレを無視した小説があっても読者はつかないでしょうね。もうまるっきり作者の趣味だから、全く関係ない話が始まる。今までの話なんて何にもなかったかのように始まる。話の終わりが俺たちの冒険はこれからだっていう。打ち切りエンドじゃないですか。爆発落ちかもしれないよ。確かに。花火師に弟子入りした神野は。だって唐突すぎませんか。よ。誠一さんが大ベルロ先生が忙しくなる日かって言ってる。いや、あのサイレージやるんだったらマジ大ベルロ先生かかりないとだ。いいよ。全員銀色のフォーク貸そうとしてたの。舐めてるとしか思えない。やればいいじゃないですか。プロなんでしょ。うん、神野さんよりは上手い自信がある。おお、じゃあ見せてくださいよ。でも虎は大ベルロ先生と結婚した。え、したの。もう嫁いでんの。聞いてませんよ、そんな話。突然の結婚話。大ベルロ先生弟子入りしたらそのまま結婚するパターン。いや、弟子入りがややこしくなりますね。押しかけでは。押しかけタイガー。押しかけなのか押しかけなのか。大ベルロ先生がすでにご結婚なされてた場合、話がとてもややこしく。確かに。ヒルドラ展開。、うん、まず奪うとこから始めないと。弟子入りで結婚押しかけじゃんって言ってる誠一さん。なんでこんな枯れないとこがあるんだろう、ね、ちゃんと買ってんのかな。範囲外とかじゃない、うん、いや、そうかも。さっきからさ、ちょいちょい残んだよね、後ろが。ちゃんと買ってるはずなのに。とかこれ、割とくにゃくにゃだな。よし、枯れたぞ。端っこのとこも
すぎてちょっと。バックグラウンドワーカーさん、こんばんは。こんばんは。お疲れ様でした。どうする？さっきバックグラウンドワーカーさんの配信見に行ったらさ、一人で2キャラ操作してた。あ、らしいですね。ちらっと見てた。何をしてる？意味がわからない。これなんか範囲ちょっとおかしくない？たまにふわふわにならないとこあるけど。え、いや、ふわふわ。いやいや、なあ、あん。混ざってる。ちょっと困るんですけど、ね、はい、タカさん、ちゃんとしてくんないと困るんですけど。違う違う、ちゃんとさ、ちゃんと上通ったのにさ、待ってないんだよ。いやいやいや、じゃあもう一回通ってくださいよ。じゃあ散らかして通しとくね。米倉さんにお願いしてください。散らかしていくんで、米倉さんまとめてください。差がね、どんだけなのか。なんでさ、ここ当たってるやん。え、普通になるじゃないですか。違うもん、さっきならなかったんだもん。なってるじゃないですか。仲良くしなさい。喧嘩しないの。相田さんが嘘つくんです。まず嘘つかないの。違うもん違うもん、うちのパパがちゃんと見てないんだもん。見てないです。ちゃんと見てなさい。え、見てるからこそ相田さんの間違いを指摘したんです。違うよ違うよ、当たってるのに当たってない判定になったんだよ。言い訳がおかしい。どっちが悪い？ジノさん。ミイラ。ミイラか。ジノさんがいじめてきた。だってちゃんと水飲まないんですもん。前よりちゃんと飲んでるの？これでも。足りない。足りないって言われた。結果出して結果を。社会人でしょ。結果が一番。80%はね。チープっていうか。だってもうタップタップになるじゃん、お腹。え、ちょっと面白いね。ならんの、ならんの。面白いねって言わないと。タップタップになるじゃん。え、それでこそ吸収されるってもんじゃないですか。いや、もうお腹いっぱいでさ、ちょっと苦しいってなるの。え、でもそれぐらいしないといけないレベルでしょ、今の愛鷹さんは。まあ、否定はしない。ほら、水飲みすぎると水中毒になる。おいおい、どうすりゃいいんだよ。ミイラよりはいい。おいおい、一気に飲んじゃいけないんだよ、確か。そうそう、ちょっとずつ飲まないといけない。お、午前中に500飲んで、もう午後は忙しすぎて、ね、昼休憩でも500飲んで。いや、無理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 。お昼ご飯の時とか水飲まないの？ビール飲まなくてもいい。ビールって言った今。飲まなくても別にいいタイプ。いや、飲まなきゃダメなんだよ。そうね。そういうことですよ。裏の方が多分正しいこと言ってると思う。そんな、うん、そんななんです。水飲んだ方が痩せるっていうしね。うん、やっぱね、血液がドロドロだと。まあ、ドロドロだろうなとは思ってるよ。アンド貧血持ちだからね。ダメだ、万年貧血だよ。長生きしてよ。健康診断で血液に引っかからないことないよ。あ、満タンになっちゃった。 93%。 もうちょっとなんとかなりませんかね。トラがまず狩らないと。いや、これ納品してくるよ。どんどん。トラにしないとってこと。いや、気集められたから気集めてみるか。そう、西側の端っこあたり結構残ってるのあったから、それ集めてくれたら。ここもちょっとあるよ。ジンノさんじゃないこれ。ん、回収し忘れ。あ、ここ一本線がある。ほいほい。あれ、ふわふわしてない。あ、でも緑だよね、濃い。ふわふわする前。うん、そうそう。はようさんがもずさん用水分でお茶くれたよ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すぐ水飲め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 。しかも10杯分だ。
10杯飲む。飲め飲め。待って待って、お茶をくれるたびに飲むしかないんです。10杯10杯何の配信、モズに水を飲ます配信、潤いを求める配信。モル、モズをミイラから、この範囲で取れる、もうちょい内側でしないとダメ。ギリいけそうな感じですが、 100% いきました。でもお、あ、いけそう、あ、取れそう、もう 100% いけるかな。あ、ダメです、取れませんでした。じゃあもうちょい寄せる、お願いします。平和だなって言ったんだよ、ね、目にも優しい。確かに、だからブルーライト秋ですな。秋ですな。でギリギリをかすめていけば、でも意外と取れてる、ね、ええ、結構取れてました。ここも残し、これは道を間違えました。ジーノさん、ここも残し、あ、はいはい、やっぱ後ろから来て、この辺は取れない。ジーノさん、あなたまだここに残っているじゃない。え、ハイタカさん、そんなこと言ってるとやらせますよ。まだジーノさん、ここだよ、緑色のやつが残ってるんですよ。アイモズお姉さんと頑張って。まあ、今シンデレラ迷子だ。どうしてどうした、どこ目指そうとした、ドライバーを間違えた、取れるかな、取れるかな、変なとこ通ってんの。え、リセットとか許しませんからね、うち、ん、のお母さんはな、いける、いけるか、いける、ほらなら、あるかな、うわ、横転しないで、ちょっとちょっと。それモズが横転するよりやばいからね。危なかった、うん、ちゃんとついた、さすが、あ、ほんとだ、ここ緑いるやん。なんか重いな、わかんなかった、あのベール、あ、そっか、なんでこれこんなに遅いんだ、あ、そういうことか。もう一回ちょっとこっち寄せるよ、あ、お願いします。ですな、いいですね、いいですね、こんだけ寄せればいけるはず、うん、いいですね、一個できそう、できるかな、ちょっとでも足りないかな、まだちょいちょいね、98%、 あとなんかこの辺とかね残ってんだよね、人を巻き込んでしまった、ちょいちょい、うん、人を巻き込んだ、そうね、その辺拾えばいけるかな、まあ、人ぐらいならいいよ、うん、セーフセーフ、人ぐらいなら一番巻き込んではいけない人間なんですけど、人間大丈夫大丈夫、強い子強い子、誠一さんに褒められた、綺麗に納品できました。イエイエイ、その道中がまやかしすぎる、道中を見てそんなことが言えたんですか。ちょっと今蛇行しておりますが、上手に運転もできています。 99% VTuber 分だね。ここにちょっとある、うまい、多分そっちから来ればちょいちょいあるはず、ね、ちょいちょい、内輪差で人を巻き込むことぐらいあるでしょうが、あったらもう交通警察署、いや交通刑務所行きですよね。でもここの村の人たち強いから死なないから、強い強い、巻き込まれ慣れてるもん、
オッケー、いけた。これでいいか。下ろそう。よいしょ。降りない。スイッチを切る。下ろす。完璧。で、別のとこもじゃあ借りに。やるの？本当に？やらないの？じゃあやらないならいいよ。あ、そうか。ハイタカさんがいるうちにやった方がいいのか。まあでもこれの余剰分でどれだけいけるかっていうのはね。いや、これもうこの余剰分はもう自分のものにするしかないですね。そうなの。うん。残りのやつは全部ラッピングベールだから。それラッピングできないの？できないですね。もう干し草にしちゃったから。うん、なるほど。干しちゃったらもう発酵が進まないから。うん、そういうこと。うん、過程が違うんだね。そうなんですね、うん。じゃあ余剰分はヤギ、ヤギたちのご飯で。うん、ご飯ですよ。リセット。今の取ってきます。はいはい、はい、じゃあモズも取ってこようかな。そうだね。ジンノさん悪さしないでね。え、どういうことどういうことなんで私がいつも悪さしてるみたいな、そんな言い方になるんですか。してないじゃないですか。前勝手にモズいないときにスタートボタン押したくせに。ああ、そうだね。忘れてないぞ。ああ、配信開始したことは確かにありましたけれど。相手がさんがまだいないですね。大丈夫です。押しちゃっても。そんなことも確かにあったような気はしますけども、まあそれもね、配信の醍醐味みたいなとこありますよね。相手がさんどうしようかな。ハイタガさんが邪魔で、あ、乗れんかった。トラクターに乗れない。そうしたらよ、え、やる？本当にやるの？私は別に構いませんけど、本当にやるんですか？何も構わないけど、本当にやるの？ただいま。はいはい。やるか、そこまで言うなら。板川さんがそんなにしたいって言うならやりましょう。ベールをね、まさかモズがそんなにベールをやりたかったなんて思いませんでしたけども。お金を稼ぎましょう。まあね、肥料巻きが出ないから。やっぱ社畜ともなるとお金には敏感。そうだよ、もらえるもんはもらわないと。わかりました。じゃあどれにしよっかな。結局これ全部、うん、全部マルベールですよね。うん、マルベールだと思います。了解了解。じゃあどうする？どうする？一番良さそうなやつ借りて。一番良さそうなの。マルベルロ様借りて。一番良さそうなのってなんだ。おかえり。一番良さそうなの。めっちゃ悩んでる。一番金が高いやつ。ああ、そういうことか。はいはい。じゃあ一番これでリースしといて。なんかラグいぞ。うん、ちょっと重かったね。うん、じゃあ小さいやつからやっていくか。14番14151617181920とやっていきましょう。多くない？待って予想外に今重かったよ。繋がってんのあの辺。うん、14、15? 前さあモズピとサークルでやったあたりの、はいはいはい、初めてやったあたりね、うん、さっきの場所に戻ることになります。細かい畑がいっぱいある。じゃあそのまま持っていけばいいね。リセットで戻しちゃった方がいい。うん、
14番と18番が今できるのか。どっちに行ってるんだ。あっちだ。そうだ、ハイタカさんが私のトラクター分取ってるんで返してもらえますかね。これはもうトラクターです。いやさ、そこちゃんとジンのって書いてるでしょトラトラクターっていいよ。まず鳥目だから見えないな。このベール作るやつが必要なんだよね。ん？うん、そうそう、必要、そう必要。ラッパー付きのやつかな。いいえ、そんないいものは貸してくれません。そう、ラッパー付きのやつ貸してくれる仕事あったような。それは多分71番の時ぐらいでしょう。なるほど。いや、71番の時ラッパー別だったよ。舐められてますね。地獄か。じゃあね、ベールを作るやつも。はい、やつか。あれ、これいる？半分ぐらいしか。今モズがつけてるやつはいらんのか。あれいるか。テッターならいい。やつはいらない。うん。テッターはいらない。うん。テッターはいらない。じゃあショップに行ってこれを下ろしてなんか別のやつつけてくればいいってこと？うん。はーい。くるんくるんするやつ？そう。くるんくるん。地味だな。ああ、そうか、これ。ジオパがいけないやつ。リセットしたからこうなったのか。失敗した。あれか、コントロール F。 あたーたー、何がいるの、何をみんな持ってったの。ひとまず私は買って、はい、で集めて、はい、カッターいる、カッター草刈り、草刈りはいるね。いるね。2台でやれば早いね。早いよね。とても早い。ラップもいる。いるね。てかそれぞれみんな持ってかないといるね。いるね。デッター以外はいる。あいつ以外は全部いるのか。うん。とりあえず持ってくるか。で前にこう。銀のフォークもいる？いらない。分かった。いや使っていいですよ。いや大丈夫です。いやいや、あんなに特訓したんでしょ？こういうの。大丈夫です。じゃなくて。米倉さんがそんなところで降ろすの。じゃあトラクターを変えようかと思って。なるほど。大きいやつ。ああはいはいはい。誠一さんがちゃんと人間回避して納品できましたって言ってくれた。報告してくれてたな。当たり前なんですけどね。人間をね回避したトラは。ちょいっと変わんない、もしかして。でもちゃんは最高スピード速いわ。最高スピード。今 JCB 貸し出されてたりする？いいえ。53キロの今のジンノさんの家って嘘。なんで疑うんですか。おかしくないですか。なんで疑うんですか。なんか嘘臭かったから。人が真面目に答えたら嘘臭いとか言ってくるの。ジンノさんちょっとさ嘘を今の。いいえ、左からじゃないと登れない。ちょっとさ、ちょっと一気に引っかかるんだよね。そかばまあれって言うでしょ。あたたたた、違う。すごい視界が悪い。もうその視界が悪い。これ、まあいっか。めちゃくちゃ急
ケオッケー、折り倒してきてる。農業と思ったら人狼ゲームだったって基本的に嘘をつくのはいつもタイガさんじゃないですか。裏かなでしょう。まあ音もないんじゃない。否定はしないな。ほらで嘘は究極の愛だって愛が言ってたよ。うん、テレビの見過ぎですね。でも集めてってるから、うん、あれをまとめるやつ。あ、やべ、邪魔になっちゃった。はい、タカさんどこで何やってんですか。いまだに姿が見えないんですけど。いるいる、そうでしょ。後ろにおる、後ろにおる。なんだ？持ってんの、堂々と。これを。ラガベールが拾えなくて悲しい顔してんの。タイガさんに運転を任せたのは間違いだった気がする。え、そうかな。ベール拾うの苦手なんだよ。ラップアートなんだからこれをまとめて、まとめるやつが欲しいんだな。はいたかさん、はいたかさん、ちょっと変わりましょう、はい、変わりましょう。なんてこと。仕事がはかどらないって。ひどくない。どうよね。ひどいわ。いや、さんひどいわ。いや、単純に自分のトラクターに乗りたかっただけなんで。青トラクター。そう、ライトつけよう。忘れてた。忘れてた。なんでもないです。え、これ真ん中枯れてなくない？枯れてない。え、はいたかさん、ラッパーは？あっち置いてある。あ、え、なんでこれ真ん中枯れてないの？はいたかさん、ラッパー始めたの。ラッパーになった。え、これ真ん中枯れないの？ジーノさん。え、スイッチ入れて。スイッチ入ってる、入ってる。入ってない、入ってない。え、じゃあ下ろして。え、だって上げるってなってるから多分降りてるよ。え、左上のアイコン見えますか？うん。前と後ろについてるの分かりますか？あっ。なんてことをしてるんですか？ちょっと何年農家やってんですか。ね。あれどうやって切り替えるんだっけ。ペーペーですけど。G ボタンじゃないっけ。G ボタン。本当だ。なんでジーノさん前にもつけてるの。え、じゃあ前外していいですよ。その代わり倍。変に真ん中だって残ってるじゃん。なんてことをしてくれたの。え、ラッパーどこ。あそこあそこ。真ん中はこっち側にある。あ、そっち、あ、これか。マジか。変にモヒカン狩りみたいな感じになっちゃったじゃん。モヒカン狩り。シベリアでは大人気の髪型ですね。人気なの？そんな寒い土地なのにモヒカンとかやっちゃって大丈夫？みんな風邪ひくわ。頭から風邪ひくので。あ、魔王さんがラップ書いてくれたからもう読んでいいよ。いや、忙しくてちょっと待って、そっちに行けないんだよ。なんでそんなん書いたんですか。ワンコメに。モズ用のラップ書いてくれてる。まさかのそんな読んで、れり尽くせり。早く歌って。え、ちょっとハイタカさん、刈り残しあるんですけど、何これ。だから刈れないんだって。なんでこんな刈り方するの。
あーこれそういうやつか、ちょっとやだなこれ、めっちゃやだな。変わる？モズもめっちゃやだこれ。あ変わる？え変わります？やだちょっと自分で言っておいて何やだって。ジノさんが変わるって言ったらもう相当嫌なことなんだ。なるほど、そういう判定の仕方。うん、そういう判断の仕方。これベルロより嫌だってことでしょ。だってそうだね。そうですね、うん、相当じゃん。あー嫌だな、これは嫌だな。しかもこれロールが小さいんですよね。無駄に数できるタイプ。待っていこう。今ね、一箇所に集めてんだよね。米倉さんがこだわりを見せている。今トラは車に煽られています。これどうしてやるしかないのか。腹をくくれ。腹をくくったタイガさんと交代したい。ドラは今納品だ。もしかしてわざとゆっくりやってる？いや限界ギリギリのスピードでやってるよちゃんと。それはそれで危ない。トラの最高速度出してる。あ、完了した。ナイス。はいはい。残りは。ということは。じゃあ残りのあれは、うん、羊にあげて。そうだね。え、売りましょう。売るの。うん。いいの。まあ今すぐはいらないからいいか。いくらで売れます？うーん、今お値段いくらです？お値段以上、うん、言うと思った。羊羊を売るのか。羊の餌結構たくさんあるから、うん、案外減らないもんね。っていうかまず最初のやつはでかすぎた。わかんない、確認お願いします。今ちょっと運転してて。なるほど、干し草だったからちょっと高めに家畜商に売れるんじゃないかなと予測しておりますが、はい、タカさんちょっと無茶しすぎじゃないですかね。いや、いけると思ったんだよ。いけたでしょ。いけると思った結果買い戻しがある。いけると思った結果横転したりする。嘘、借り残した。レールで持ち上がったところが。なるほど。レールちょっと邪魔だよ。うまくいけばさ普通に押してくれると思ったんで。うん、確かに思いがちですけど結構巻き込んでいくんですよねこいつが。案外ふにゃふにゃだもんね、アタッチメントの方がね。ふにゃふにゃ。え、ちょっと前までこの看板ぶち倒していけたのに、なんか今日看板すごい硬い。いや、看板ぶち倒していかないでください。え、それは何回も取りすぎちゃった。何回もやらかしたから丈夫にしたんでしょう。そうなの、余計なことを。これだからお役所は何に怒ってるのか分かんないけど自分の非を認めてほしい。看板なんかに、看板の強化なんかにお金をかけるなんて。ここにトラクター置いたの誰？めっちゃ渋滞起きてるけど。誰ですか？誰ですか？相方さん。モズは君が乗ってるやつでしょうが。ジンノさん。ジンノさんだ。相方さん。ジンノさん大体悪いことはジンノ。え、ひどい。大体悪いことある悪建設でしょ。渋滞ができてるって分かってるのに誰も動かそうとしない。ハイタカさん最悪だな、最悪だよ。ハイタカさん、ここだけじゃないですからね、14番もですからね。
そうだった。ジフーマってどこだ。あっちか。これちょっと、タイガさん終わったんですよね、71番。まだまだまだ、今拾ってる、ま、あ、はいはい、完了はしてるけど。ああ、そっか、了解了解。残りの余剰分がね。そうそうそう、ベルロさん失ったらもう途方に暮れる。終わりよ。おわ、緑一さんがね、悪いこと取締り会長神野さんそう、この人悪いことするの。そんなことない、そんなことない。大体 LR 建設悪いことしてるから、私がちゃんと指導してやらないといけないんですよね。ご指導ご鞭撻のほど。悪いことの指導。そんなこともない。正しい道に戻そうと日夜努力しているんです。戻ると思う。ダウト。ダウト。そんなことないでしょう。あたたたたたた。もうちょっとこれ本当嫌なんですけど。変わらないよ。まずは新入社員はジノさんにしごかれるわけかって。確かに。悪いことを。しっかり教わって。いや、おかしいおかしい。悪いことを教えるのは大体ロアルの3人なんですよね。そんなバカなね。こんなに善良なので。善良なのになんでそんな看板吹き飛ばしたり人間を引いたりするんですか。挙句の果てに草は刈らないし。アクシデントだ。どうして刈れないの。わざとでしょ。そうやって私のストレスを上げようとしているんでしょう。違うもん。神野さんのストレス上げたらさ、うん、なんか得点ある。得点。得点という。もうって怒られる。神野さんに怒られる得点です。そうですね。いいね。いいよね。何がいいの。結構いい、ね、褒美じゃんね。意味がわからない。どうして。どうして。これは 100% になったらもう止まるんです。はい、なんでこんなに仮の腰があるんですか。ないかな。隅っこに落ちてないかな。あつ。どうしたの。え、ちょっとストレスが今限界を迎えつつある。あ、神野さん、これわらの売り時さ、12月とかだな。うん、え、わら冬だね。わらではないのでは。ベルわら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 じゃない。わらじゃない。わらはわらだね。わらはわら。さあ、星草。とりあえず今18と14だけなんだっけ。ああ、今星草見てた。星草12月、1月、2月。うーん、あるのよ、先が。うん、まあ正直現金欲しいから今売ってもいい気もしなくはない。うーん、まあ最安値ではないね、9月は。あ、でもね、10月に入ったらうわんって上がるよ。うわんって上がるの。うわんか。うわんと上がる。うわんはでかいな。か、じゃあ来月まで取っときますかね。じゃあこのまま借りとくってことか。うん、ベールローダーに乗せて来月まで放置。うん、あれ、そっちじゃなかったの。
その「うわん」ってどれぐらい「うわん」うわんだってインフレいいねって魔王さんが「うわん」ってアイガさんに説明を求めたのが間違ってただよどのくらいか分かんないなもんだってこれ、はい、まあまあじゃあいやそっちはそれでよしとして、じゃあタイガさん交代しましょう。ユーノさんのベール作りを飽きたと言っておく。おいおい車がさ渋滞してんぞ。その話題はもうさっきあったからいいですもう大丈夫、トラがちゃんと避けた。えありがとう、トラだけが偉い。なんで今になってそんないい人ぶるんですか確かに体だけがとても偉い。うわ乗ろうと思ったけど乗れなかったから安心しよう。なんかあんのかな、ラッパーってもう一個あんの。めっちゃだるい。ない。いやラッパーは一個だけ。これもう、うん、もう一組借りるべきだった。めっちゃだるい。どうやってそれか。ええ、これこれよ。はい、とこれだったらもういっそいっそラッピングまでしてくれるやつの方が良かったな。そうですね、ラッピングしてくれない。してくれない。あ、してくれた。え、あ、安定が難しいな。はい、タイガさん、交代交代。うわ、新しいラップの仕方だ、こいつ初めて見る。あちょっとじゃあ、ハイタカさんを監視しに行こう。今仕事してもらっていいですかちょっといや、結構今のでストレス溜まったんで少しぐらい休憩入れさせてくださいよなるほど。これ単純だけど大変なんです。ラップも超大変これね。安定が厳しいよ。あ、角度が必要。まあ、あのまっすぐ走っていまずいかもしれじゃあいろんなさいろんな向きでベルの上にベルの上に大丈夫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 。相高さん、あの その順番に拾おうとしなくていいから、 ひとまずまっすぐ走りながら近くにあるやつを拾っていくみたいな気持ちで。はあ、変なとこにこだわりのある B 型でして端っこからやりたい欲がありまして。なるほど、 B 型同士仲良くしてじゃあベールローダーを借りるか。B 型の、ね、欲があるんだよ。丸が入らない。丸ベール、もうちょっとさ自動でこう入らんか君。これをリース、意外とお安い。はい、で、これなんだ、お安いね。それ思ったよりはお安い。元取れる、大丈夫。ノアル自利品じゃない。なかったらできないもんだってベル。そうですね、なかったらハイタカさんにあの銀色フォークで運んでもらうしかないんで嫌です高くてもだよ。そっか、ん、大体さ、ここに剣、あれ、テッドあるけど、テッド、あ、違う、これウィンドローバーか。へえ、あー、なるほどね。14の畑はだいぶ一つにまとめたよ。おお、すごい。山が山ができとる。黙々とやってましたね。ね、職人だったね。ウィンドウローは職人。いや、山にして、
それ一列でどれぐらいできるんだろうベール。はあ。眠なの？どうしたの？え、いやもうこのベーラーで8割方疲れた。ジンノさん、ちょっとジンノさんこのさベールさ横にボンってやってくんない？私に頼む。はい、わかりました。うん、手が空いてる人誰でもいいんだけど。横にドカンと。ドカン。先に巻いてもらっちゃう。そうね。あ、これ。ただめだ。積んでもいいのか。まあ下ろせばいいので。お、ナイス。畑はだいたい持ってきました。んですね。まだまだあんの。え、多分ここ一帯全部だと思う。ああ。なんか固まってるけど。オッケーオッケー。向き合わせの超細け。隣の畑と合わせて余るようだったら作れば。基本余るようにはなってるから。うん。めっちゃ集めたねこれ。すごいよねそれ。山盛りにしてみた。これ吸えんのかなこれ。どうだ。吸えないとかあるかな。この子。すぐお腹いっぱいになっちゃうかも。ね。こんな状態になるんだ。もうお腹すぐ歩くだけですぐお腹いっぱいになる。うわマジ一瞬で。いいじゃん一箇所にベールが溜まって。すごいよなんか。職人すごい。ここまっすぐ行けばきれいにできる。まっすぐ行けると思いで。もっと無理やすごいと思いで。いい仕事です。よし。だって1ミリ進んだらさ10パーぐらいバン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 って上がる。